陳信は中国語漢末期から三国時代の政治家。字は後期。慶州南洋軍の人。子は陳渡る。劉備が慶州国となった際、十字として招かれ、諸軍を監督した。劉備が益州を攻略する際には、高等らと共に劉備に随行した。214年、劉備が益州を支配すると、植軍北部といとなり、後に、 権威大衆へ転任した。225年、中央へ戻されて少書に認じられ、少書令に昇進した。同年、呉に使者として派遣されているが、目的は死書に記されていない。この年に、諸葛亮は、南西を実施している。229年、同盟関係にあった呉の尊権が皇帝に即位し、諸区の国内は動揺したが、諸葛亮は、 クレとの同盟関係を継続することに決め、鋭意に昇進していた、陳信を祝賀の使者として、クレに赴かせた。諸葛亮は、兄の諸葛金に手紙を送り、陳信を、おいて、ますます誠実な性格であると称賛し、クレ諸の友好関係を発展させるにふさわしい、使者だと紹介している。陳信は、使者として、謙虚に振る舞い、武将において尊敬と改名し、 天下を分配することを制約し合った。それは語が、徐州、予州、優州、青州を、職が、平州、領州、奇州、演州をそれぞれ領有し、司令は、観古関を境界にする、という内容であった。陳信は帰国後、常用抵抗に封じられた。二百三十一年、李言は、兵糧の輸送がうまくいかず、責任天下のため偽りの発言をして、 免職となった。諸葛亮は、将と当院に手紙を送り、陳信は以前暮れに赴く際、理言は腹の中に棘があり、恐竜の人も近づけない、と話してくれた。私は棘というものは触れなければよいだけだと思っていたが、素心、長儀のような下先のごまかしが突然行われるとは思いもよらなかった。陳信にこれを知らせてやらねばならないと述べた。 235年に死去し、この陳渡るが後を継いだ。陳樹は、陳心を、忠実、謙虚で、老いてますますつつましい人物であったと評している。小説、三国志演義》では、はじめ袁章に仕えており、助手で、曹操に敗れ、袁章に身を寄せた劉備と親しくなり、曹操に降伏していた関への連絡役を、引き受けている。 劉備が劉表との同盟の使者に行くと称し袁紹の下を離れた後は袁紹の命を受け行動の孫作との同盟の交渉に赴いたが袁紹との同盟に乗り気であった孫作が休止すると後継者の孫権は曹操と同盟を結ぶことにしたため失敗している後に劉備の元へ身を寄せるようになるがほぼなのみの登場であるありがとうございます